松島基地、松島基地、松島基地。ジャスデフ松島エヴァイスは、宮城県東松島市山本に所在する、航空自衛隊の基地、軍用飛行場。基地指令は、第4航空団指令が兼務。所属する、航空部隊は、海 -2B の操縦訓練を実施する、第21飛行隊、第4航空団令下、自衛隊の展示飛行隊である、 第十一飛行隊、ブルーインパルス、第四航空団霊下、捜索救難を行う松島救難隊、航空救難団霊下である。平時は、戦闘機部隊が利用することはないが、中国軍及び、ロシア軍が有する戦闘機の、戦闘行動半径外にある地政学的条件を、活かして、有事の際は、北方からの脅威に襲われる、千歳基地や三沢基地を演する。 戦略拠点となる。東京都と青森県の中間に位置するため、百里、基地などの関東地方の各自衛隊基地や三沢基地が天候不順などで使用できない場合に、航空機が代替着陸を行うことが可能な基地としても重宝されている。基地としての歴史は、日本海軍の飛行場、松島海軍航空隊山本飛行場として始まる。 この飛行場の建設は1938年、昭和13年から始まり、1942年、昭和17年に竣工した。当時、横須賀海軍建設部の初期官一人が、事前連絡なしに、当時の宝井村を訪れ、一方的に飛行場の建設を村の関係者に言い渡したという。完成した。 飛行場は、幅8メートル延長1550メートルの滑走路3本を、持ち、戦闘、補給、管理の諸部隊の兵員約1000名がここに勤務した。基地に配備された機体は、夜間戦闘機、月光後ないし6機、爆撃機、銀河50機、一式陸上攻撃機20ないし30機である。また、第201海軍航空隊や、 第七百六海軍航空隊などが駐留した。九百四十三年、昭和十八年には、現在の戦績船の前身である、宮城電気鉄道の山本駅から山本飛行場まで、線路が引き込まれ、主に航空燃料の輸送に使用された。松島海軍航空隊は、豊橋海軍航空隊及び、松山海軍航空隊とともに、立航隊を編成して、沖縄戦を戦い、 約200名が戦死した。山本飛行場は1945年7月の7月14日、7月15日、7月17日の7月空襲があった。終戦前の昭和20年の8月9日と8月10日の爆撃の合計5回にわたってアメリカ軍の空母艦載機による空襲を受けた。アメリカ軍機の接近を察知できなかった飛行場の日本軍機は 一方的に破壊された。終戦後、モト飛行場はアメリカ軍に接収されて松島キャンプとなり、ここにアメリカ軍第11空挺師団の第188連隊が進駐した。この部隊はエアボーンを行う空挺兵の部隊で、いわゆる落下3部隊である。進駐後、この部隊は松島キャンプで降下訓練を行っていたが、既存の敷地では、 手狭と考え、飛行場周囲の土地を追加で接収した。また、朝鮮戦争時には、陸軍工兵隊の訓練などに使われた。1954年、昭和29年6月1日に、保安隊の臨時松島派遣隊が、船岡駐屯地で編成されて、この部隊は、翌日に松島キャンプに入った。同年七月に自衛隊の発足に伴って、臨時松島派遣隊は、 航空自衛隊の部隊となり、アメリカ軍の指導の下で、日本人パイロットの養成が始まった。そして1955年、昭和30年に松島キャンプは、アメリカ軍から日本に返還されて、松島基地となる。2011年、平成23年3月11日14時46分頃に、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災が発生。 東松島市では震度6強を観測。14時50分、宮城県に15時に高さ6メートルの津波が到達するとの気象調表。地震発生から約1時間10分後の15時54分ごろ、基地は高さ2メートル以上の津波に襲われた。本来なら、震度5以上なら、直ちに航空機で上空から被害確認に当たるが、天候による視界不良。 津波到来の時刻が当初不明だったこと、揺れで捜索機の前輪がずれたこと、激しい余震が予期される中での救難ヘリコプターの離陸は回転翼が機体を叩く危険性があること、滑走路や誘導路に亀裂や断裂が生じている懸念の対策等から津波に襲われるまでに航空機を飛べすことができず、駐機場及び格納庫に駐機していた航空機28機、 海 -2B 戦闘機18機、T-4 練習機4機、U-125A 級難捜索機2機、UH-60J 級難ヘリコプター4機、すべてが水没し、冠水のため基地機能も完全に喪失した。その後、水没した18機の海 -2 のうち、修理可能な機体は13機と判明。当時基地で勤務していた隊員約900名は、 建物屋上に避難し、全員無事だったが、休暇中の隊員1名が死亡した。ブルーインパルスは、震災翌日に予定されていた九州、新幹線全線開業の祝賀飛行のため3月10日から、福岡県芦屋基地に展開していたため、被害を受けたのは基地に残っていた、予備機1機のみであ。翌3月12日の夜明けより、隊員の手作業により滑走路の復旧に着手。 同日午後には、大基地から重機が到着し、復旧作業が本格化する一方で、津波被害を免れた2台のトラックを救助活動に向かわせた。3月15日に滑走路が復旧し、翌3月16日5時50分に、アメリカ空軍第353、特殊作戦軍所属の MC-130P が、着陸、人員と機材を、卸ろし臨時の完成機能を開設。 これにより、松島基地は救援物資の輸送拠点として使用された。第21飛行隊は青森県の三沢基地へ移動して、ミサイ動訓練隊を編成、他部隊の海マイナスに B を借り受け飛行教育を行うこととした。2016年、平成28年3月に中機場を4メートル、かさ上げする津波対策工事と新しい格納庫の建設が完了。 同月には、第21飛行隊が、松島基地に帰還した。帰還時は10機の海 -2B で部隊を稼働させる。こととし、残り7機の海 -2B も2017年度中に、復帰させる予定とされる。航空教育集団霊化航空総体霊化、航空支援集団霊化、防衛大臣直轄部隊、クラブ活動毎年8月に開催。2006年、 平成18年から基地内駐車場を原則として廃止したため公共交通機関での来場を呼びかけていた。一番の見どころはブルーインパルスの展示飛行。2011年以降は東日本大震災の影響により開催されていなかったが、2016年8月28日、事前公募9000名と特別招待1000名の経1万名に限定した。 復興感謝イベントを開催。ブルーインパルスの展示飛行が本拠地にて約6年ぶりに行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。